はい、どうも、ビエレスパーサがやっていきたいと思います。はい、サブアカ無課金アカウントでも、須藤リマの新登場ガチャ、こちらのガチャを引いていこうかなと思っております。まあ、こちらはね、ガチャ解説でもお話をさせていただきました。まあ、こちら、ね、バッチ、テクプラ8バッチ、そして、このキャラクターの PSR、ゲットするまでは引いていこうかなと思っております。まあ、目指すは30連で、ワンチャン PSR、須藤リマ 10% で出ますんで、そこで引かせていただいて30連目で、バッチ確保、まあ、これが一番ベストで、無理ならば40連目まで引いて、PSR の須藤リマゲットするという感じで行かせていただきます。まあ、一応ね、引いたとしても180個パワースター使うだけですので、年末年始、そして、周年イベント、まあ、こちら両方ともワンチャン引けんじゃないのかなと思ったりもしております。両方とも100年とか言われちゃうと引けないんで、その時はチケットで我慢しようと思っております。では回していきましょう。もう初っ端からね、須藤リマ連チャンで出てくれると嬉しいです。まあ SR1 枚確定、1枚ね、どうしよっか。博士使ってでもね、行くべきなのか行かないべきなのかちょっと迷いどころではあります。解放ちょっと迷わせてください。では行きましょう。はい、まあ、とりあえず、SR 出てくれると嬉しいんだが、確定以外でも、SR の9枚目に出てくれるとすごい嬉しい。9枚目だとピックアップ確定なんでね。お、4枚目ですね。4枚目と10枚目。10% です。行きましょう。さあ、PR もしっかりと来てくれ。R は来るのは分かってる。はい、R ですね。はい、では次、1個ずれちゃったね。1個ずれちゃいました。はい、桜庭くん。で次が R の来ないエルちゃんでした。はい、では次20連目、ここ結構大事かもしれません。ここ PSR 10% で須藤リマです。 10% 引かせてくれれば次のバッチ回で終われるということで、できれば引かせていただきたい。こんな感じで40連でね、 PSR ピックアップもらえるのでかいんで、まあでも10連でも減らしたいんで、できればここで引かせてください。ちょっとここまでは渋いんで、ゲドウが来てくれると熱い。博士どうだっていいからゲドウ来い、ゲドウ来い。いや来ないか、紙吹雪来ないですね。はい、残念ながらおそらく来てません。 PR 引けてくんね。 PR 引ければね、 SR プラゴ作りたい。2、3個引ければはいけるけど、ゼロだとさすがにきつい。お、PR 来ましたね。ナイス。ありがとう。もう1枚ぐらい引けてほしい。はい、では次。さあ、PSR 来い。まあ、ジョルジュ。まあ、しょうがない。これはしょうがない。はい、では30連目いかせていただきます。ここは SR のピックアップ確定でございます。なので、最終以外も出てくれると嬉しいなという感じでございます。さあ、最終以外。もう来て、PR でもいいよ。PR2 枚ぐらい来てくれてもいいよ。そしたら PR プラゴにするんで。さあ、来い。さあ、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 さあ。はい、来ません。じゃあ、PR 狙いです。PR 狙い。PR。PR。来ないか。さすがにちょっと来ないかな。はい、来ませんでした。はい、須藤リマの SR ゲットでございます。じゃあ、もう40連まで行きます。40連まで行ったら、PSR の須藤リマゲットできますんで、まあ、ここはね、才能、開花のかけらもらえます。はい。まあ、その次、SR の大丈夫博士像もらいますが、大丈夫です。はい、久しぶりに来ましたね。旧バージョンの PSR 演出。はい、これはピックアップの PSR 確定。まあ、もともと確定枠なんで。はい、大丈夫でございます。ワンチャン、9枚目も虹玉来てくれるとすごいありがたいんだけど。久しぶりに見ましたね、この演出ね。この演出結構熱く思っちゃう。はい、残念ながら10枚目のみでございます。では、PR。PR 当てよ、PR。PR 来い、PR。てか、もともと PR 率悪いね。お、ナイス、2枚目来ました。はい、須藤リマちゃん来てくれました。で、今回 SR プラゴ作れば、ワンチャン得意練習頻度、練習効果アップ、この辺拾いたいんですよ。拾えれば、やっぱり結構ね、タックが強くなると思っておりますので、虹、行かせていただきましょうか。これはね、これはさすがに、プラゴにしたいです。
で、R って何枚いる ?R って、才能じゃなかった。ごめんなさい。どれだ合成か。逆だね。はい、R が6枚いますね。じゃあ、これはプラゴにしましょう。R の方が大量に余ってる。じゃあ、R 使ってきます。R を6枚。博士でプラゴにします。そうすれば、SR のこれを少しでも減らしたいんでね。はい、行きましょう。まあ、一番大事なのはね、PR プラゴ、うん、2解放しなくても。うん。一つずつの解放でも、SR に食わせるときに、しっかりと2解放してくれればそれでいいです。うん、そうしないとまずいからね。はい。とりあえず、素通り今行きます。R。とりあえず、3枚ずつ食わせれるからね。はい、OK。3つ目、R プラゴ完成。4つ目でございます。4つ目。あと1枚ぐらいね、PR 当たってくれればね、もっと楽だったんですけどね。SR の大事爆発像は使わざるを得ないという感じでございます。本当はね、50も考えたんですけど、やはりサブアカなんで、まあなかなかガチャが引けません。ガチャの、まあ、サクセスするためにはね、やっぱりキャラクター集めないといけないっていうのがありますんで、キャラ優先で行かせていただきます。はい。まあ、とりあえずこれで OK だね。最後の1枚でございます。さあ、すんなりと SR、PSR44 にさせていただきたいです。44にしたらでかいんですけどね。まあ、練習効果アップあるからね、今後生き残るんですよね。はい。では3解放してください。3解放ダメだ。5解放してください。3じゃないよ。1、2、3、4、5。ありがとうございます。ナイスです。ご解放しましたね。というところで、では、もう一体、あれプラゴあれどこ行ったあれプラゴもう一体、PR もう一体いたよね。あ、いた。PR プラゴしていきまーす。はい。ちょっと。違う。鍵をかけないと。では、行かせていただきます。PR ブラゴ、来てください。さあ、来い。1、2の、3の、4の、5。あ、今回すごい解放、うまいこと言ってしまった。うまいこと行くのはいいんだが、いいのだが。さあ、これで、いくつ行く?ここで、SR の博士使う量が決まります。最大4、最低2、1、2、3、3。まあいいでしょう。さあ、問題はここからでございます。問題は PSR にいくら通るのか。2解放してほしいな。2解放してほしい。練習効果アップを上げさせていただきたいです。さあ、2解放、来てください。さあ、2。2、1、2、ありがとうございます。これで一応44、完成いたしました。てことは、得意練習頻度は4。ね、練習効果アップが20という感じです。20だよね。うん。もともと、10あるから、20のはずです。40で確か、だもんね。で、一応、あ、でもどうだろうな。どうだろうな。才能開花できるかな?ゴールキーパーはね、結構少ないんですよ、自分。どうだろう?いける?いけるかな?無理ならちょっと集めないといけないけど。あ、あでも案外ある。あでも微妙だな。SR が25。25枚あるかだな。PR あるは全然大丈夫だけど。まあ、でも今、ね、いろんなとこでもらえるんで。最悪足らなければちょっと回収しておきます。意外と少ね。この辺意外と少ないな。まあ、今日か。RPR は問題ないんだよ。おそらく。SR なんだよ。SR マジでいないからね。この辺少な。
少ないね、強化。さすがに強化はもう来ないでしょ。で、25枚 SR ありますかと。いや、なさそう。なさそう。強化は全部使う。で、君も来ないでしょ。あ、でも君は来そう。あ、秋山。あ、足りましたね。OK です。足りました。で、PSR。あ、PSR いる？あ、え？俺、フリッツ。PSR5 枚いたんだ。すーげー偏ってるね。まあいいや。はい、ではこれで行かせていただきます。才能開花も、完了しましたんで、また、使って、サクセスさせていこうと思いますので、楽しみにしておいてください。はい、本日はこれで終わらせていただきます。ご視聴ありがとうございました。こちらの動画が良かったなと思う方はグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。では、また次の動画でお会いいたしましょう。おつべた。